昔、若い頃、今も若いけど、ちょっとだけね、音楽学校にちょっとだけ音楽習いに行ってた時に、某とてもとても有名な洋楽の曲の、コードだけをそのまんま、パクってというかね、そのまんま使って作曲してみなさいっていう課題があって、その時にね、歌詞つけて、日本語の歌詞つけて、メロディーつけて作った曲なんです。だからコード進行だけ聞くと、とあるすっごくすっごく有名な、ぶっちゃけビートルズのある曲だったんですけど、お気づきになりましたかね。気づいた方はコメントください。正しかったら賞金は出ませんけど、そんな、ちょっと古い曲からスタートしました。じゃあですね、次、もう一曲オリジナルソングを聴いてください。この収録日の、ほんの数日前、ちょっと前に、このあゆうの方さんでね、本当に久々の友人のお客さんをたくさん入れての楽しいライブ、参加させてもらったんですけど、その時にも歌った曲で、その時に聴いてくれたお客様の中で、この曲を褒めてくださった方がいてね、良かった、響いたって言ってくださった方がいて、すごい嬉しかったですね。なんかすごくそういうのって励みになりますよね。じゃあ、信じようとしてもという歌を聴いてください。皆さん、何か信じてるものはありますか？別に宗教じゃなくても、ね、信じてる人がいるとかね、コロナがね、もうすぐ終わることを信じてるとかね、なんでもいいんですけど、信じるっていうのはどういうことだろうっていうのをね、すごく考えて作った曲で、これは信じるべきだから信じようって、こう自分の意思で、なんか自分の意思で信じようとしても、それは難しいですよね。信じようとしても、いくらしても信じられないものはあるし、何の根拠もなくすごい信じちゃうこともあるし、信じるっていう働きは難しいというか、面白いなと思って作りました。昔ね、お坊さん
何週かな、お寺に遊びに行った時にお坊さんの言うお話が心に残ってて、信じてる人は裏切られることはないんだよって、あんなに信じてたのにね、裏切られた、思い通りいかなかったっていう人はそれは信じてたんじゃなくて当てにしてただけなんだ、信じるっていうのはたとえ信じた結果地獄に落ちても後悔しない、それが信じるってことだそうです。信仰って難しいんだよみたいなね話を聞きました。はい、ちょっと堅苦しくなっちゃいましたけど、じゃあ信じようとしても聞いてください。
13日かな。でこれ今収録してるのは、録画してるのはね、まだ2月なんです。2月の本当にあのこれもあのバレンタインのちょっと前ぐらいですよね。1ヶ月前ぐらいです。バレンタイン前の収録で、ホワイトデー前の配信で、ね、あんまり僕には関係ないですけど関係ある予定は全くないですけど、素敵な季節でございます。そうね、あのクリス、バレンタインが終わったら、あの生チョコ商品系がね、半額安売りになってるお菓子屋さんでバーゲンになるので、それ狙いに行こうかな。生チョコ美味しいですよね、ぐらい考えてますけど、じゃあもうカバーソングを2曲、聴いてください。んー、じゃあせっかくバレンタイン前、ホワイトデー前なので、ちょっと甘い、ね、恋の歌を、糖分高めの恋の歌をカバーしてみようと思います。有名なアイドルソングと、それから私のすごく敬愛する谷山ひろ子さんの、シンガーソングライターの谷山ひろ子さんの曲を、シンデレラガールと、海の時間を続けて聴いてください。シンデレラガールはね、ご存知の方いるかもしれない。6人ぐらいの子が入れ替わり立ち替わり歌う曲なんで、これ一人で歌うとね、息継ぎする場所がないんですよ。だからちょっと勝手にアレンジしてやらせていただきます。聴いてください。じゃあシンデレラガールと海の時間です。You are the only flower in flowing. Don't
そうまで僕の心灯し続けて、君はシンデレラガール My precious one You are the only flower in blooming いつになってもいつになっても隣でその笑顔を見せて、やがてシンデレラガール魔法が溶ける日が来たっていつになってもいくつになっても僕は君を守り続ける。 I wanna be your sunshine Because your smile has a magic Always be your sunshineI'm not afraid of the dark.
が生まれ死んでゆくように僕たちは恋をする。ずっと君とこうしたかった。消えた肩を手で温めて、もっともっと優しくしたい。もっともっと夢の中まで、ずっと君とこうしたかった。君の髪に顔をうずめて、君を本当に大好きだよ。何度言っても言い足りない。どうもありがとうございました、シンデレラガールと海の時間を聞いていただきました。海の時間はね、谷山ひろ子さんは多分私が一番好きかな、ね、一番ライブもいっぱいあって、中学生の頃から好きな方なんですけど、これ要するにあのね、ベッドの船で奉仕の雨を降らせている君と、まあ、ラブシーンだと思うんですけど、こんなに綺麗に愛のシーンを詩にできるものなんだなって、ね、すごく感動した、大好きな曲なんですよ。よかったら原曲も聴いてみてください。はい、では、あと1曲ですかね、最後になります。今回もまた見てくださってありがとうございました。時々ね、こういう配信とか、あゆうさんでまた友人のライブとかもやらせていただきたいと思うんで、その説はまたどうぞよろしくお願いします。ツイッターとかね、Facebook とかもやってますので、よかったら見てください。YouTube のチャンネルもあったりします。いつも言ってますけどね、早くコロナが終わって、何の気兼ねなくお客さんとライブできるようになるといいなと思ってます。それをね、やっぱ信じようとして信じてますよ。結構ね、今まだ緊急事態宣言の最中なんですけど、どうしてもね、リフレッシュも大事ですよね。巣ごもりも重要ですけど、この前こっそり一人だけで新潟の高原の方にスキーに行っちゃいました。最初から最後まで一人で新幹線乗って一人でご飯食べて滑ってきました。ほとんど人とはね、接触しなかったですけど、自然の中で、下手くそですけどね、僕スキーね、雪山の中はスキーなんですよ、まあ、そういったリフレッシュもできるだけやっていけたらね、いいんじゃないかな。これからコロナとうまく付き合いながら、時代に合わせた楽しみ方っていうのをね、考えていきたいなと思っています。はい、ではまたどっかでお会いしたらよろしくお願いします。誠一郎でした。じゃあ最後に、オリジナルソングの強く優しくという、自分的には前向きな、前向きかな、元気が出る曲のつもりで書いたんですけれども元気が出てくれればいいかなと思います。じゃあ強く優しくを最後に聴いてください。ありがとうございました。
は正しすぎて痛みに変わる。人はすでに飲んだに汚れていても、あと一つ汚れるのが怖いんだね。たとえすでに飲んだに傷ついていても、あと一つ傷つくのが怖いんだね。強く強く優しくなろう。どうもありがとうございました。
ゆらり光が浮かぶ。それぞれに淡い夢を乗せて、まだ見ぬ岸辺思い描く。変わらず応援していくよ。
自由になりたくてやっと手に入れたのに、なんだよ自由って案外窮屈だな。はい、3曲目エルフパライダ。
ありがとうございました。佐藤杏でした。
這い上がっていくような曲を作りたくて作っちゃいました。まだまだたくさんね、すごくまだまだ成長の余地がある曲なので、またもや聴いてください、いつかね。はい、ありがとうございます。今日はオリジナルを5曲披露しようかなと思います。次は季節外れの花火です。イエイ。それではどうぞ。Yeah.
ありがとうございます。花火でした。じゃあ少々お待ちください。あと3曲やるんですけど、ピアノであと3曲はお届けしようかなと思っております。いえいえいえ、そう、ギターはねやり始めてそんなに日は経ってないはずなんですけど、ピアノは実は幼稚園入る前ぐらいからやってて、ね、もうちょっとまだまだ訓練は必要だけど頑張ろうかなと思っているところです。では次の曲、あゆー、あ、そう、今日あゆー野方さんからね配信させてもらってるんですけど、ではそんなやったことがない曲なんですけど、もうもはやお箱ですごくエモい曲なのでたくさん涙を流してくださいそれでは聴いてください。茜色、スマホからふと目をそらし入る山の手線の窓差し込む茜、あの日から始まってたんだね、この空の歌を作ろうなんて話は、切なかった切なかった
ありがとうございます。茜色でした。はい、それでは次はもう本当にめったにめったに歌わないような曲を配信しちゃおうかなと思います。普段はもう適当に生きてるんですけどなんだろう、でも実はすごくバラードが好きで、2曲連続バラードなんですけど、お付き合いください。それでは聴いてください。この旅はそっちに帰れんくてごめんね、たまには
通り、母さんへという曲でした。すごい、すごい曲ですね。はい、そんなところです。はい、で、少しだけ告知をさせてください。YouTube の概要欄にもきっと載せてくださってると思うんですけど、 Twitter のキクナーと Instagram のキクキク、ぜひフォローお願いします。いろんなライブ情報をね、載せてるし、すごくしょうもないこともいっぱい書いてるんですけども、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。なんだってさ、だってライブに来るのはさ、まあ、お金かかっちゃうけどさ、めっちゃ好きじゃない、好きじゃないと、まあ、こうかもしれんけどさでもフォローはね、無料なので、ぜひぜひお待ちしております。よろしく。はい、じゃあ最後は一緒に盛り上がって、あの、キクナのお箱で終わりたいかなと思います。なんか仲良しのお友達にさ、千本鳥っていうのがいるんだけどさ、なんかその人たちがさ、毎回ハイボールとかやるじゃないですか。なんかそのノリでちょっとね、キクナの手拍子もね、ぜひぜひぜひお願いしたいかなと思います。